八丈島。この夏八丈島へ行った。八丈島はとても良かった。一ヶ月経った今もいかったなぁと時々思い出してはにっこりしてしまうほど良かった。まず一行が良かった。総勢21名の一行だったのだが、女性の含有率が高かったのが良かった。一行21名中女性が11名という高含有率だったのである。果物のジュースなどでも果汁の含有率が高いほど美味しい。果汁 10% のジュースより 30% の方が美味しいし、体にも良い。我々一行の含有率は実に 50% を超えていたのだから、まずかろうはずはないし、体にもとても良かったように思う。海もきれいで良かったし、宿の食事も良かった。島の人たちも良かったし、釣りも良かった。アジを7匹も釣った。そしてそれより何より一番良かったのが民宿だった。民宿に泊まったのは何年ぶりだろう。国民宿舎には今でも年に1回草野球のチームの合宿で泊まってはいるのだが、国民宿舎と民宿はやはり違う。国民宿舎の方は2階建て以上の建物が多いが、民宿は平屋が多い。今回泊まった八丈島の民宿大光荘は無論平屋であった。いつでもすぐに地べたに移動できるというところが平屋の良さだ。エレベーターだ階段だという煩わしさがない。平屋は地べたと家の中が混然一体となっているところが良い。縁側というものも民宿の良さの一つに挙げることができる。民宿には大抵縁側がある。縁側はその高さが何とも言えず心地よい。自然に足を投げ出すとちょうどそこに地べたがある。我が家もそうだが、最近の家には縁側がない。部屋からいきなり庭になってしまう。そしてその高さが実に中途半端で、しゃがみ心地が実に良くない。しゃがみ込んだような、しゃがみ込まないような、腰掛けたような、腰掛けないような、実に落ち着かない高さである。八丈島に着いた翌朝、僕はしみじみと民宿の縁側に座っていた。民宿は朝がいい。早朝、まだみんなが寝静まっている頃、僕はふと目覚めて起き上がった。まだあたりは薄暗い。周りの高いびきの人たちと、残り少なく煙を上げている蚊取り線香を踏まないようにまたいで、障子にたどり着く。障子を開けると、朝もやと夏の冷気が足の方から這い上がってくる。廊下をきしませて縁側に出て足を投げ出し、タバコを一服。縁側の下には木のサンダルやビーチサンダルが脱ぎ散らしてある。ふと見上げれば、軒先には宿泊客の水着やタオルシャツなどの洗濯物。庭の隅には、民宿特有の誰にでも愛想のいい犬が寝そべって横目でこちらを見ている。その向こうに高く生い茂る雑草と名も知らぬ赤い花。これらはいずれも民宿の風景には欠かせないものばかりである。蚊取り線香、きしむ廊下、古びた縁側、軒先の洗濯物、脱ぎ散らしたサンダル、愛想のいい犬、高く茂る雑草、このいずれを欠かしても民宿足りえない。広い庭の中央には、夕べ囲んで酒を飲んだ焚き火がかすかに白い煙を上げている。それにしても夕べはよく飲んだ。最初は家の中で飲んでいたような気がする。それからいつの間にか宴は庭に移動したのだった。食堂用の大広間で宴は開始された。我々一行21名と民宿関係および八丈の町関係など総勢30名ほどで大宴会は始まった。我々一行というのは冒険関係の友椎名誠とその一行に
僕が紛れ込んだという一行なのである。冒険関係の勇壮な一行に僕が一名紛れ込んだため、途端に勇壮度がヘナヘナと低下してしまったのは否めない事実である。一行の目的は八丈島で全員揃ってスキューバダイビングをというものなのに、僕はスキューバどころかまるきり泳げない金槌なのだ。沈むことはできるが、沈んだら最後再び浮き上がってこないという不器のダイバーなのである。それはさておき、宴は勇壮に開始された。30畳ほどもある板の間の大食堂の真ん中に特大の鉄板を敷き、そこに大量の炭をガンガン起こした。その上で島で採れた巨大な魚類、アワビ、エビ、および10キロの牛肉が焼き上げられた。テーブルの上には全長50センチはあろうかという鯛の生き作り、ハマチ、サバ、タコ、ウニ、イカ、アジ、エビなどの刺身が並んだ。まるで魚類図鑑をぶちまけたような豪華な食卓である。島の特産のトビウオの草屋も並んだ。サバの刺身がうまかった。サバは普通しめサバにして食べるが、ここではサバが取れたてなのでそのまま刺身で食べる。島特産の焼酎もうまかった。10年貯蔵という秘蔵の焼酎を飲ませてもらったが、これがすごかった。焼酎というより魔王大酒に近い強烈な味と香りである。度数は50度以上は確かだが、何度だかわからぬという恐ろしい焼酎である。一口口に含むと、その強烈な香りはまず鼻孔を突き抜けた後、再び口中に舞い戻り、今度は耳と目に抜け、しかしまだ力衰えず辺り一帯に漂い、もう一度鼻孔から口中に吸い込まれて、思わずむせて、しばし頭の中が空白になるという想像を絶する代物であった。したがってこれを口にする人は次のような次第になる。一口口に含んだ人はまずむぐとうめき、飲み込んだ途端カッと叫んで息を吐き、それからゲボゲボとむせび、むせんだ後むはーとつぶやいて、がっくりと首うなだれた後、水水と叫ぶ。どれどれなどと言って次々にトライする人は例外なくむぐ、かっ、ゲボゲボ、むはー、がっくり、水水と順序正しく繰り返すのであった。宴が中盤に差し掛かった時、町当局がやってきた。町当局というのは町長のことで、いかにも八丈島風の風貌の好人物らしいおじさんである。椎名誠御一行様が島当局にやってきたので、町当局としてご挨拶に伺ったらしいのである。町当局は椎名さんと何やらじっくり話し込んでいる。椎名さんと僕とは席が離れていたが、人づてに聞くところによると、島の歴史とか町の財政とか、来たるべき選挙をどう戦うかとか、そういった話題であるらしい。こういう宴は仲間内で取り留めのない話をしてわーっと盛り上がりたいものなのである。歴史や財政や選挙の話はどちらかというとこういう宴になじまない。町当局と椎名さんの周辺から人が一人二人と離れていって、二人の周辺には空白ができた。町当局はなかなか帰る様子がない。椎名さんはふむふむとか、ほうとか、そうなんですかと町当局の話に誠実にうなずいているが、うなずき方に力がない。明らかに苦境に陥っている様子であった。救援頼むの視線をあちこちに向けているのがわかる。僕は隣の沢野仁画伯に、ここは一つ椎名救出に向かった方がいいのではないかと言ってみた。沢野画伯は焼酎にゲボゲボむせびながら二人の方をちらと見ていった。うん、
明らかに苦しんでいる。僕らは椎名救出のプランを練ってみた。僕ら二人がまず町当局と椎名さんの話題に割って入る。そうこうしているうちに椎名さんがなんとなく現地離脱を図る。そうこうしているうちに我々救助隊もなんとなく現地を離脱するという救出プランである。そうこうしているうちにとなんとなくという甚だ具体性に乏しい内容を二大骨子とした甚だ頼りないプランである。しかしと沢野画伯が突然思いついたように言った。二重遭難ということもあり得る。それは十分考えられることであった。遭難、救助隊出動、救出、遭難者隔離、移送、救助隊引き上げとスムーズにことが運べば無論問題はない。救助隊引き上げのところに問題があるように思われた。遭難者が無事救出移送された後、救助隊が捕まって遭難するという二重遭難の恐れは十分考えられる。それだけは避けたい。二人は力強くうなずき合った。我々は第二次プランの作成に取り掛かった。第二次プランはすぐに出来上がった。それは遭難者を見殺しにするというものであった。このプランは救助隊としては非常に楽なプランであったので、救助隊はすぐこれを採用し実行することにした。我々は焼酎の瓶と多少のおつまみを携行して遭難者と目を合わせないようにしながら別室に向かった。別室は第二食堂とも言うべとでも言うような控えの食堂で畳敷きであった。ここには大勢の人がいた。宴に疲れた人たちがごろりと横になってテレビを見たりしている。遭難者を見殺しにした救助隊2名は携行した焼酎をうつむいて後ろめたくガブガブ飲み、次第に酩酊していった。その後庭で焚き火が始まり、宴はそこに移動していったような気がする。焚き火の上で鍋物をしたような気もする。愛想のいい犬に鍋物の残りをやったのを覚えている。ヤブカがやたらに出てあちこち刺されたのも覚えている。遅くなってようやく自力で脱出した椎名さんが疲れ切った顔でやってきたのも覚えている。救助隊2名は遭難者と視線を合わせないようにしてすぐにその場を離れて寝たのだった。そうなのであった。八丈島の第一夜はそのようにして終わったのだった。縁側でタバコを吸い終わると軒下の洗濯物をかき分けて庭に出た。庭の中央で僕はラジオ体操をした。民宿の朝はラジオ体操がよく似合う。それから庭先に止めてあったバイクにまたがり、民宿周辺をあちこち走り回った。ヤシの木の下を走り、ハイビスカスの咲き乱れる中を走り、フリージアの坂道を駆け上った。全面的に南国の朝の気分であった。宿に戻ってくると朝食の時間になっていた。民宿の朝食も良いものだ。ホテルなどのバイキング朝食のあの妙に静かで少し怠惰で投げやりな朝食とは趣が違う。民宿の朝食には活気がある。絶え間なく人が立ち上がっていってご飯をつけに行く。味噌汁のおかわりをつけに行く。おひつのそばに座った女の人がつけてあげますというのを手で制して自分に見合ったご飯の量に固執する人もいる。おかずが足りないと嘆く人がいる。私の焼き海苔でよかったらと提供を申し出る人がいる。納豆をこっちに回してと中腰になる人がいる。食事全体が活気に満ちているのである。僕も周りにつられて久しぶりにご飯のおかわりをした。朝食のあと暫時休憩、その後スキューバダイビングというスケジュールになった。僕以外の一行の全員が
潜水道具一式を持参してきているのである。ワゴンで浜辺に着く。ボンベ屋さんが人数分のボンベを車に積んでやってきた。全員素早く身支度を始める。ゴムのスーツを身にまとい、大きなボンベを背負い、足ひれを履き、腰に鉛の重しを巻きつけ、眼鏡をかけて酸素の太い管を口に加える。なんという浅ましい姿であろうか。どう見てもアマゾンの半魚人である。これが知性ある人間の姿であろうか。人間が何かを加えている姿というものは、何か浅ましいものを感じさせる。足に大きなひれをつけた姿は、人間としての尊厳が損なわれている。腰に巻きつけた鉛の重りは、暗い中世の囚人を思わせる。こうまで身を持ち崩して、水の中に潜りたいものなのでしょう、ものなのであろうか。僕は岩の上に座って、浅ましい姿でドボンドボンと水中に飛び込んでいく人々を哀れみ深く眺めていた。ここにいる人々は酸素に屈服した人ばかりである。みんな哀れな酸素の奴隷なのだ。人々の背中で酸素ボンベは難所で各山に背負われた水戸黄門のように威張っている。なんせ吸わしてやんだかんなと威張っているのだ。僕はもともと水の中を好まない。泳げないから好まないのだと人は言うが、水の中を好まないから泳げないのだ。僕はだいたい首から上に水が来るのを好まない。首のあたりまでならいくら水が来ても構わない。お風呂なんかで首のところまでお湯に浸かるのは大好きである。しかし首から上に水が来るのを許さない。人間には人間としての尊厳というものがある。水ごときものに口周辺及び目、耳あたりまで侵略されて黙っているわけにはいかないのだ。まして頭全体が水中に没するなど言語道断である。ふと目の前に水中眼鏡とシュノーケルと足ひれの一式があるのに気がついた。誰かが置いていったものらしい。ここでそれまでの僕の理論は急速に転換していくのだった。一丁やってみっか。足ひれをつけてみる。浅いところでしゃがんでみるくらいならできるかもしれない。水中眼鏡をつけ、シュノーケルを口に加える。シュノーケルなら口に加えてもそれほど浅ましくはないな。理論は少しずつ修正されていく。ふーはふーはと呼吸の練習をしてみる。ちゃんと息ができる。ますますいけそうだ。水辺までバッタバッタと歩いて行き、それからしずしずと水の中に入っていった。首ぐらいのところまで徒歩で行った。岩場の陰である。そこでひとまず大きく深呼吸し、それから少しずつしゃがみ始めた。潜水開始である。水が耳のところまで来て少し慌て、気を取り直して潜水を続行し、ついに頭が水中に没した。あたり一面水である。水中はしんとして薄暗く、海底の砂と岩肌が見えるだけである。不安が胸いっぱいに広がる。ここでかなり息苦しい自分に気がついた。そうだ、呼吸をしなければと初めて気がついた。ふーはーと息を吐いてみると、ちゃんと呼吸ができる。少し落ち着いて潜水を続行する。小さな魚が2匹、右上方から左下方方面へと去っていった。その後水中には何の変化も見られなかったので、水中生活を切り上げることにした。浜辺までの約20メートルを再び徒歩で戻り、無事生還してタバコを一服。タバコをふかしながら短かった水中生活を振り返ってみた。楽しいことは一つもなかった。ただただ不安な水中生活であった。海から上がってきた一行の一人が近づいてきていった。庄司さんのね、髪の毛がね、水面にぷかぷか浮いているのが見えましたよ。何してたんですか？